今日は気が、今日は気が反省するの今日は。私何やんの。私やることあんだけど。反省しろよおめえ。あれも取ればいいぞ。本当にてめえろくなじゃんねんてめえな本当に。それだ反省なめえ反省のあれを。やりたいなと思ってます。探したりして、そこでお前、こう、ぐちゃぐちゃ借りまんですか。腹減ってんのか、頑張れ、バカ。頑張れ。もう800円もしてんだから。あー、はいで。考えちゃってんの。あー、はいで。こんなバカなんかどんなやつ関係ねえやつな。800円もしてんだから、すごいだろ。先週、1000人越したっぺ。ねえ、なんかやめちゃう、バカ野郎。本当にごめんなさい、申し訳ないことをしてしまってすみません。ゴミ。あ、どうも、すみません、どうも、ありがとうございます。すみません、どうも、すみません。すみません、どうも。ゴミ。じゃあ、すみません、じゃあ、また一緒になります。また一緒になります。はい、行きます。片付けって。なんであっち片付けんだよ。ん？いいよ、片付けは。あんなんじゃダメじゃないかな。時間あんだから。いや、ダメだよ、月曜日、あっち、明日行くんだから、あっちに。口を待ちです。じゃあ、最後にやっかね。最後にやっかね。うん。それと、約束したんだから。この俺が言われちゃうよ。あれ、先生。ダメで、助かれと。いいよ、これ。急ぎさんだから、そんな早く、やればいいんだよ。春だけやれば。今日、春でねえよ。曇ってるよ。来た。移送ケースが入らなければいいの。でも、ショボが洗ってないよ、マック。綺麗にすればいいんだよ、バカ野郎。だよ。だって、勝ち越しかんめ、掃除の道具。あ、ええー、なくなるなぁ。俺言ったんだから、配信してても、あれ、ね、OK 終わったらちゃんと綺麗にそうして。うわ、もう。てめぇ。あ、じゃあ電話するしかねえんだよ。失礼バカ。歯医者。まーちゃんの病気取んなんだよ。予約取んないで。もう今日やっていけ、日曜日。日曜日やってる歯医者。何？日曜日歯医者やってる。ぶん治ったからもん。日曜日やってるはずねえべ、今。だけど飲めは。だからいいよ、今日は。今日は違う。今日は違う。今日は、気が反省するの、今日は。私何やんの？うん？俺いいよ、いいからいいよ。私やることあんだけど。反省しろよ、おめえ。私やるのよ。いや、カバンなんかちょっとやる。じゃあやればいいじゃんか。カバンちょっとやりますって俺言うから。何もな。あれもやるんだよ。あれもやるね。あれも取ればいいぞ。本当にてめえ、ろくろじゃんねん、てめえな、本当に。そうだ、反省なめえ。反省ってのはもう、まあ、皆さんに。でも探したりして、そこでお前、こう、ぐちゃぐちゃ借りまんすか。面白い。それもするじゃん。はい。あ、まーちゃん、ゴミあっち。ちょっと皆さんに申し訳ないので、聞くと二人で、反省会をやらせていただきます。私ちょっとやることだからやってみます。ちょっと自分は、ババはちょっと自分のあれがありますのでちょっと言って、僕の場合はもうちょっと経ってから反省のあれをやりたいなと思ってます。すいません、申し訳ないです。腹減ってんの？私。あ、腹減ってんです。
すいません、ちょっと、うん。飯もちょっと食べたいなと思って食べ、ちょっと。カツ丼どうすんの？だから今、今言ったでしょ、今。昨日残ってるやつがありますんで、それをちょっと食べます。すいません。ね、歯の口飲まないと。うん。入らなくて。ねえ、福島ちゃん行くかな？火曜日。用事あんだから、って。さあ、一日で片付かっか。あの袋、袋だけ出せばいいんだ、私は。もうあった。もうあったじゃん。吐いて。歯が痛いの。もうあってる。薬飲む。これ片付けて。歯飲む。薬飲む。腫れてんだから。はい、もう出てこないんだ。体痛くて。頭痛くて。楽しいぞ、これ頭痛いんだから。熱も測んねえぞ。うん。はい？熱話じゃねえかな？関係ねえかな？普通はいいんだよ、母さん。すいません。とりあえず、今日は本当に、一日半、まあね、僕の場合本当に申し訳ないので、後で、また新たに、反省をやりたいなと思ってます。とりあえず、ちょっと、テレビ行きますんで、一旦ちょっと消します。すいません。申し訳ありません。すいません、今、反省にちょっと洗濯も立てみます。今、見てみろ、パンチ。ビリビリだ。今動画回してんだからね。回したい。好きだぞ、これ。言ったけど。掃除いいよ。ダメ、パンチ。なんか言ったけど。言うんだら別にいいよ。だから、まーちゃん預かってるじゃん。電気、ガス、水道のお金。お金なくてあれ、領収書。領収書なくてあれ、支払いの。預かる？あと、この香水の。うん。カバンからここに。だって、うるさい。預かる？じゃあ、持ってこいじゃん、預かるか。いいよ。出せよ、じゃあ。ダメだよ、この、うるさくて。領収書してないって言ったら。うるさくて。この処理がないとできないんだからね。そうしようね。私はちょっと嫌なんだから。うるさくて。さっきほら、さっきだろ、これ。嫌なんだからね、お姉ちゃんに。なくさないでねって。つきわってぇな。だったらまーちゃん、あれ、ズボンなくて、ダブトにしてるよ。ボロボロで。ん？ボロボロ。うん。その中いいよ。誰の？さんの。いや、さんじゃなくて、おめえのやつ。私はいい。ボロボロだな、さんのやつ。そう。漏れちゃって。で、よかせんじゃん。もう一回いいよ。で、今日できないよ。明日。うん。これでいいんだ、そんな。いいです。あ、スカート見ると見えた。はい。はい。見ちゃった、今、スカートめぐったの。はい、わかんない。見てない、俺。見ちゃった。うん。どうしよう。いや、知らない。私も知らない。聞いて。知らない。知らない。俺も知らない。半ズボンだよ。俺も知らない。俺も知らない、知らない。半ズボンなの。知らない、知らない。これ、こうやってだよ、このまま。知らない、知らない。開いて、半ズボンだ。肩開いて。何だこれ。はい。今日は、カレーを作ってみたいなと思ってます。カレーを今日作ります。これなんでこれバカになってんの、これ。何を
これ皮むき。もう、なんで皮むきおかしいのこれ。しろないでちょい。どこしろなんで。そこの黒になったぞ、わき。しろないよ。これだ買ったの。あったでしょ。あったでしょ、しろの。玉ねぎ、はい、これでカレーの具ができました。で、これ入れます。はい、ビクトリアカレーができました。あとは、サラダのマカロニを作って終わりですね。これやってほんと変にが来ないとな、よかったすごいだって、よかったわ、変にが来るでしょ、知らない、よかったすごい、そんなバカ知らない、よかった、俺の真似して知らない、これ面白いぞ、どれで作るんだろう、知らんやんかな、全然関係ねえもん、待って、みちこが飯、飯みちこがもん、カレー上手でした、絶対ごめん、俺普段はそんなに作ったことないです。自分ではもう満足します、この美味しさ、上手にできたなと思ってます、これ食べとこたんの、え食べとこたんの、うん、美味しい、いつもと同じだって、そんな頭で、うん、かもしれない、そんなわけないですよ、最高、今日は最高なんです、うるさい、関係ない、もう一回スマホってあるでしょ、もう一回触ったら何かあるでしょ、今何やってんの、今何やってんですか、今のスマホって何をやってんですか、今のスマホって何をやってんですか、おばさん、今のスマホって何をやってんですか、おばさん、今のスマホって何をやってんですか、今何やってんですか、今のスマホは何やってんですか、それを聞きたいです、今のスマホは何やってんですか、聞きたいですね、今のスマホ、今のスマホは何でやってんだか、何を、今のスマホは何でやってんですか、はい、今のスマホは何やってますか、今のスマホは何やってますか、それ iPhone でしょ、うん、そんなのしまっちゃうよ、だってまだ使ってないんだもん、そんな邪魔なんだもん、しまっちゃうでしょ、普通よいしょっと、水木雨で金城日月って晴れで、まだ来週関水雨、うん、天気もまた変わったよ、あ天気また変わった、
雨か。雨。明日は晴れで、明後日、火水は雨。水木は雨。そばか気にしてんな、あんたは。またちょっとこれ、どかしてたって。できない、自分でどかせ。どかせなくて、自分。なんだろう。トイレ。トイレじゃない、自分でどかせないから。部屋あんだから。チャじゃないよ。重いのか。自分でどかせなくて、自分でどかせ。いや、手洗しかないから、しまった。何言ってんの、こんなの。いや、手洗しかないから。なんで手洗うんだよ。なんで手洗うんだよ。なんで手洗うんですか。いいから。なんで手洗うんですか。うずつめなれ。なんで手洗うんですか。いいよ。手洗うかです。なんで手洗うんですか。変なこと言わないでください。頑張れ、バカ。頑張れ。もう800円も来てんだから。頑張って、頑張って。バカさん、頑張れ。岩川さん頑張れ、岩川さん頑張れ。すごいな、800円も来てるよ。すごい、やっぱり岩川さんだ。すごい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 。頑張れ頑張れ。私は関係ねえ、このパパ。頑張れ。関係ない、うるさい。おばあさんと関係ねえ。あーはいで。考えちゃってる。あーてぇの。胃が痛い。あーはいで。あーはいで。もう絶対ぶっとん。ピンクの。あっちゃぶちゃ、ピンクなんか関係ないよ。おこたぼこちゃん。うんね。一個でいい。いらない。すげえ、800人だよ。頑張れ。岩川さんすごい。800人。すげえなぁ。いただきます。すげえなぁ。買ってくれば？そんな関係ねえもん。ねえこれ。ポーチのここ、ぷったぎってこれ。まーちゃん。ポーチのここ割れて、トイレにやってあんの。こう、あっぺこ、こんなになってとこ。どうしたらこれ、どうこうなってと、そこと割れた。かけた。かけた。ほら。いいから黙ってくれよ。なんとかさん。そうなっちゃうよ、なんとかさんって。あんまりしつこいと。うるさいよ、ほら。なんとかさんって言っちゃうよ。勝手にしろ、バーガー。あー、頭くる。これがうまくいけばいいんだけどな。知らねえ、そうなの。これだよ。なんで知らねえって。あ、花。知らねえのか。俺が早く来んで。歯は知ってるよ。あ、でも歯が痛くそうねえんで。知らねえよ。同じだよ。こんなの。このバカのだよ。こんなバカなんかどうなって関係ねえやつな。いや、800人も来てんだからすごいだろ。この事件で800人いるぞ。知らない。800人が来てなかったで。先週、1000人越したっぺ。先週の月曜日1000人越してなかった。いや、これじゃないよ。岩川さんすごいよ、やっぱり。どこがすごいな。今度は月曜日さっき覚えてろ。また私が頭来てるの分かるもんな。うるさい。うん。あ、ごめん。あー、はいで。ここいでの。はがいでなら。いや、もう食って寝ろよ、あんた。俺も、あんた今日掃除するんだろ。わかった？あ、まんじゅうな。そう。あ、大して何時？ 4 時45分。なんで？すげえ。なんで？なんでもねえよ。ないじゃん。若さん、うちはカレーだよ、これ。カレーご飯。そう、薬二つはもうあげられないって。ん？薬二本はあげられないって。まあいいや、明日言ってみっか、二つ、二本欲しいって。二本はダメなのかな？まーちゃん。ん？二本はダメ、あの本。あの薬。あれ、薬なんかつける。アシドロなんとかっての。そうそう、アシドロ取って、アシドロなんとかっての取って。はいで。まあ、いったな。だって、どれくらい経ったの飲んで。あれ、何分だったんだろう。じゃないよ、その飲んだらダメだよ。歯が痛くて。ダメだよ、そんなの食べて飲んじゃ。
あの、ま、頑張って、我慢してんで、3回ぐらい我慢してんの、3時間ぐらい我慢して飲んでんだから。飲めないよ、2時間は。さっき飲んでばっかりだもんな。そうだよ。うん、け。あ、吐いて。吐いたくてイライラする。まあさ、死んだんだよな。あはいで、あはいで。あの方にはやめさせたらどうですかって。でもあの方にはさまいだから今の配信で今859人もいるでしょ。ねえ、なんかやめさせたバカ野郎。あれ、もう。仕事って悪魔使いなんですよ。はいじゃ。何が早くやめさせてやるだこのバカ。すげえ僕ばっかり言ってるよ。文句ばかり言ってるよ。無駄なとこ。あの二人は反省してるんですかね。いやーまさか反省したの忘れちゃったんだ。親同士が兄弟の。それは間違い。さすがに。ん？病院に行かせなかったからって、あいつ病院行かせたくなさなって。ね、いろんな、だからいろんな言うんだって言う。けど、もうちょっと病院に行けば、クニャさん、あと、もうちょっと早ければな。いらないか、いらないで。あと、はい。おいで、終わり、終わり、終わり、って。2年。反省文を書きました。一応皆さんにご迷惑をかけたので、反省文を書きました。後で聞くも書くと思いますので。はい。これが僕の反省文です。すいません。申し訳ない。本当に。皆さんに本当に声をかけました。暴言を吐き。本当に皆さんに迷惑かけました。はい。本当に。それがちょっとね、申し訳ないと思って。申し訳ない。一応、反省文書きますんで。すいません。また、後で、キクがその反省文書くと思いますんで。とりあえず、僕はもう、僕が最初、申し訳ない。これで、反省してますんで、よろしくお願いします。すいません。申し訳ありません。今から、水に、いただきます。また、本当に、すみません、本当に。お疲れとか、もう決心あれは僕は期待しますんで、すいませんけど申し訳ない。いや、もう岩さんが言っても岩川さんが言っても両者にしても、僕は、お疲れと、あらゆるものを売り切れします。申し訳ないけど。妹さんはそんなことはいいけれど、僕はもうそれが残しません。自分の、気持ちは、何も一切ありませんので、本当は、配信も、あれも全部、やるつもりはないし、やるつもりないけども、そういうのも一切もう、精神してもらって、はい。配信も、もし、やるなったらもう、当分の間やりません。はい。それが、まあ、手順でですから。どうしても、ね、手羽さん、岩川さん、まあ、岩川さん、納得もいかない場合は、もう、はい。納得と、匂いしてます。はい。また新しい、多分、メンバーが入ると思います。新しいメンバー、宇宙にしっかりした頭のいるメンバーが入ると思います。はい。
僕はそう思ってます。はい。それでは、うん、それで勘弁してください。今回はそれで、もう、はい。僕はもう、うん。誰が一つも一つも、うん、自分の気持ちは変わんないことだから。うん。とにかく、うん、これとか、うん、って聞くも、うん。そういうふうにやりますんで、申し訳ない。それで、ね、手羽さんが、うん、どうしても、これじゃあもう、勘弁になれないって言うんだったら、ね、最初にいられないし、それに、また、うん、まあ、首の、ね、首を組んだりしても、いいと思うんですけど、もう邪魔にと思わないし、僕が、うん、どんな普段だから、くらってもらえないと思う。皆さんにね、普段だから、もう、はい。それはもう、お名前です。もう、自分のやり方に、ね、毎回足りないから、はい。それはもう自分で気づくときにやります、ね。はい。これ、あれ、紅の服で。うん。話したっぽくない。さあ、マグロ食ってみます。ね、これ。あ、はいで。なこれ、うん、これあんま好きなんだ。なんだよこれ。あーべ、ピタピタ。うん、これ、ピタピタしたウイット。べ、いただきます。おが。うん、あげるか、うん、すごいどうなんのこれ辛くて、これわさびいきます。あ、辛い、辛い、一緒に辛いよこれ、辛い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 、なにこれ辛い、辛い、うん、辛い、はい、で、はい、おはようございます。昨日残ったおでんとおでんを今作って今食べたいなと思ってます。卵にかかんだから、あら、来たら合ってんの、合ってんで、それで飯食うとカタカタになっちゃうんだ。大丈夫、こうやって歯合ってんで、買って飯食うと、もうガタガタになったの。話なのに。いや、これ肉くまなって。見てみろ、これ、ほんまの肉くまな。うるさい。黙ってやってろ、このバカ。いや、うるさいな、もう。もうこの半分でこれくれ、こんにゃくの食いかすババアだこれ、こんにゃくの。レンコンだって食えねえ、多分な、歯が硬くて。ほら、こんな寒天だ、硬いんだもん。食えねえよ。入れ歯が相当強くなるんだ。美味しいけど、レンコンは体に。だ食えない。こんだけ硬ければ。
簡単でいいよ、全部読まねえぞ。完成文。なよ、これ全部読まったんだよ。皆さん、小川さん、日本さん、人です。迷惑かけてしまって、申し訳ありません。ごめんなさい。本当にごめんなさい。申し訳ないことをしてしまってすみません。本当に。変なことをしてしまって、ごめんなさい。ごめんなさい。申し訳ありません。皆さんに迷惑かけちゃって、本当に申し訳ありません。本当にごめんなさい。そうしたことが、変な形でなってしまって申し訳ありません。本当にごめんなさい。すみません。はい、すみません。終わりです。はい、どうぞ。